ラッキーセブンのタイガース総攻撃をゼロで切り抜けて、さあ今度は五十嵐の好投で流れを呼ぶか。最後は見逃せばボールかもしれませんが、気持ちでピンチを切り抜けました。ライダーカットボールで三振、イニングスパズ五十嵐ピンチをしのぎました。この雄たけび、まあ、まっすぐ、まっすぐ、最後はまっすぐ、三塁二塁ピンチ、変わった五十嵐亮、スイングアウトの三振。五十嵐も大きな声が出ました。代打西の三振でスリーアウト。この回バファローズ